本当にお疲れ様でした。今後はこれまで
すごく大きい存在で、ただチームメイトではなく最高の相棒の気がします。そんな相棒から引退を伝えられた時には本当に寂しい気持ちになりますし、長い時間をかけて出した決断を尊重しましたが、今でもまだ信じられない気持ちです。これ以外のトーンとまた試合に出たいと思っています。俺は岩渕に移籍してからピッチで対戦することはできなくて残念ではありましたけど、正直対戦しなくてよかったなという気持ちもあります。これから今後は次のステージに行くわけですけど、常に香ばしくまっすぐに頑張ってください。また今度会った時にゆっくり話ししましょう。本当にお疲れ様でした。
はい。